そういえば今週はニーニーの誕生日だね。もしかしたらプレゼントもらえるかもよ。あら、おはよう。あなたがいるってことは、いつもよりちょっと遅い時間なのかな。そうね。隣、よろしいかしら。なーに、似合わないことしてんだよ。トイレとはいえ、窓際でため息なんてのは、美しく可憐な女の子の特権だぞ。どうせ綾辻さんのことでも考えてたんだろ。すっきりしたぜ。細かいことを気にすんなって。まあ、綾辻さんがクリスマス委員長を解任されて落ち込むのも分かっけど、いや、マジ話なんだこれが。なんでもツリーの設置をまた生徒がやれるようにした代償だとか、確かな筋からの情報だぜ。なんか小難しい話だけど、要するに俺たちのために頑張ってくれたんだろう。綾辻さんが孤立してんの。それだけ印象的だったってことだろう。こないだの一件がさ。まあ、心配しなくてもそのうち元に戻るさ。
さっさと教室に戻ろうぜ。あら、落とし物ってあなたのものだったの？え、そうよ。ああ、でもちょっと待って。一応あなたのものか確認するために中のものを言ってもらってもいいかしら。渡すわよ。私が受け取ったわけじゃないから誰かまではわからないけど、確か。
あら。え？私に何か用？この手帳、私のなのよ。ええ、先日買ったばかりだったのに落としちゃってね。探してたところなの。本当にありがとう。え